さあ見ていきましょう。富永 VS 犬と。犬さんですね。帝のプレイヤーですね。犬さん。あ、犬さん帝なんだ。帝でよく見ますね。はい。大パン。大パン。さあ富永さんが辛草掴んで。さあ辛草。大パン EX。チェスト。剣が強い。あれな、ジャンプ中継ほんと強いですよね。強いですね。持続がすごい長いんで、やっぱり非常に優秀な技ですね。あのな、うまい、今の犬さん。うまいですね。あれ結構ね、あの EX 速さの後って誠2フレームぐらい有利なんで。そうですね。さあ、あのちょっと読み合いなんですよね。その相手が技出すとブローが入ってて、はい、ちょっと固まってるとまあダッシュが取ったりするんで。そうですね。一応まあ、おろしもね、あれ2フレームぐらい有利なんで。ちょっとその後の読み合いっていうのはかなり強いですね。厳しいですね。やっぱクリさん、やっぱこのゲーム、はい、あのビフリーとか、あ、おっと、おっと、富永さん、富永さん今甘えましたね。甘えましたね、これ。死ぬほど甘えた、早くブローられてましたね。富永さん、あのこれ、はい、ワイプとか映ってるんでね、はい、ちょっと笑ってますもんね。あの富永さん後ろないんで、もう勝つしかないですよ、これ。後ろないですよ。あー、来ましたね。来ましたね。おろし、おろし、やべえなと思ってくると、おろし連発して、おろし連発して。さあ、ここはやっぱしっかりと、はい、明らかな甘いですね、今のは、はい、ただ取り返して、これで1対1、はい、多分やべえって言ってますよね。やべえやべえ、やったーとか言ってますよね、多分。辛草強すぎますね。さあ、大パン EX されて、じゃあ変えて、はい、リーチ大き攻めは剣スタンしてしまう。なんとさすがですね。誰も喜ばない結果に、喜ばない結果に誰も喜ばない結果になってしまいました。犬さんの頑張りが、いや犬さんよかったな。さあ、やった。これはいいっすよ。うん、これはいいカードだ。バインさん、これはいいカードですよ。これバインさんの帽子なんですか、これ。バインさんなんですか、これ。ニューヨークヤンキースっぽい感じが出てます。ぽいけど違いますよね。っぽいけど横のマーク見ると違う。ちょっと違う、ヤンキースではない。これパチモンですね。これパチモン、パチモン。なんだろうな、あとバインさん、ちょっともうちょっとちゃんとマスクかけてほしいですね。ちょっと気になっちゃうよ。鼻が開いてます。え落ちそう。さあ、フォミニーがちょっと神妙な顔してます。見ていきましょう。決定戦です。これ勝った方が勝ちです。さあ、何か起こしてほしいですね、バインさん。いや、バインさんでも今、飛びくぐりましたね、はい、くぐりましたね、はい、さあ、おろし、大パン早で。必要な中断と梅が。そう、確かに。大慶、大慶。あ、これは大か。 あったあったあった。これはこれは本日の TT が、あー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 、なんと誰もバインさん0点はちょっと誰も喜ばない結果になっちゃいました。ちょっと試合呼ばれましたので、はい、行ってらっしゃい。行ってきます。